麻生太郎、熱動報道に激怒、西日本新聞。西日本新聞が4日付で、お前と一緒に沈められねえだろう、大臣表明前夜、2A から首相に見下り犯と題した記事を配信し、その中で、菅首相に対して麻生大臣が、お前と一緒に河野の将来まで沈めるわけにはいかねえだろう、などと声を荒げたと報じた問題で、麻生事務所が、 まずこのような発言は全くなく虚偽だと批判し、さらに記事を書いた記者から取材も受けていないとして、西日本新聞に対し記事の訂正と謝罪を強く要求したことが確認されました。まあ、こういったマスコミの変更報道、捏造報道の問題は、まあ、残念ながらこのように続いてしまっておりますので、 麻生大臣には、西日本新聞が対応しない場合は、法的措置も含めて、厳しく対応していただくよう、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。